今年度創立60周年を迎える太田青年会議所の記念式典が太田市内で開かれ会員らがさらなる発展を誓いました1965年創立の太田青年会議所には現在およそ100人の会員が所属していてさまざまな地域貢献活動などを行っています式では第60代理事長の 大塚裕介さんがこれまでの協力に感謝するとともに今後も地域の人に共感される団体を目指しさらなる貢献をしていきたいと誓いの言葉を述べました来賓として出席した太田市の清水市長は一度県外に出た若者がまた戻ってきたいと思える魅力ある太田市を一緒に作っていきたいと期待の言葉を述べました また自身も青年会議所の OB である笹川博義衆議院議員は青年会議所で友人ができ人生の基盤もできましたと振り返りました記念式典には会員や OB それに県内外の青年会議所の会員ら合わせておよそ230人が出席し太田青年会議所の節目を祝いました